っぱいおじいちゃん高校してね。おじいちゃん高校、おじいちゃんごっこはここやろ。おじいちゃんごっこ最初扉開けた時にやばい帰ろうと思ってやるじゃない。ということで皆さんおはようございます。おはようございます。今日はなんとプレゼント企画ですね。はい、ドリンクホルダープレゼントということで、厳正なる抽選の上にですね、1名の方に今からプレゼントしてるんですけど、わざわざ最後に向かっていらんこと言うてもうたなって実は若干後悔してるんですけど、熱狂的なファンの方からどうしてもということで、まあ今日もまだ某休日ですね、アクアラインっていう台のせいで湾岸がやっぱり混んでます。2人ですよ、ね、そんなに千葉行きたいんかいなみたいな千葉に何があるからみんなアクアラインを渡りたいのかよくわからないんですけど、でもね、僕も一時期海鮮にハマった時にわざわざ朝めちゃめちゃ早く起きてアクアラインを 何キロで渡って約20分ぐらいで着きましたけど、ね、何キロですか、ね、まあ40年ぐらい前の話なんですけど、事故ですね。すごいね、素敵に梱包したのをちょっと見てください。傷が入らないですね。雑いなラップラップかよみたいな。いやでもちゃんとね、アルコールで消毒して、ね、ラップしました。はい、ということでですね、先ほどカップホルダーのプレゼントをしようと大黒に来てツイートしたんですけど、あと10分というところでまさかの幹事長がかっ飛ばしてきましたということでね、大黒でですね、お子ちゃまがおじいちゃまと一緒にランボルギーニ見たりこっちも見る、こんな感じ、ここにエンジンが入ってるの、エンジン見る、よいしょ、ほら見える、ランボルギーニが好きなんだ。そうだよね、ここでフェラーリって言ったらドテーそこはランボルギーニやろ、うん、やっぱ壊れた時にブーンブーンって言うよね、ブーンって言うよね、壊れた時にって言うよね、なるよね、おしゃべり上手やな、すごいなんかね、お話がね、なんか独特なの、いえ、テンション高いなかわいい、いっぱいおじいちゃん高校してね、おじいちゃん高校、おじいちゃんごっこはここやろ、おじいちゃんごっこ、そうじゃなくて、おじいちゃんいつもありがとうって言うんだよ、いや、そうだね、こうだね、どっちがうまいからやるか、これ棒持って、それ杖だよ、何で何かやってどうもおはようございます、どうも、あ、サンデミルさん、どうもどうも、どうも、よろしくです、はじめまして、ありがとうございます、すごい、内装もすごい、内装もすごいね、派手ですな、やっぱリバティオープン中まで完璧やね、すごいねこれ LED か、こうやって貼ってるんだ、すげえな、あ、パークラだ、あ、すごいね、
れないですもんね。やばいな、すごいね。中すごいですね。いやリバーディーオープンやばいっす。ありがとうございます。もう見てましたよ。俺の方が一番かっこいいと思ってました。世界で一番かっこいいっすね。かっこいい。おおおおあおお、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ちゃんと稼いだれてるマフィア勝田さんに取られてるの。こちらかっこいい。あっちはかっこいいよな。こっちだよ、ほらお父さん、ほらお父さんだよ。もうよく分かってるし。今帰れ帰っちゃうまだ。最初降りられてきた時にやば、帰ろうと思って。やるじゃない。ナオマさん、お前が柄悪いから。帰ろうと思って。らしい。いやいや。いや消えないんですよ。何がね、こういうのも。消えないんですよ。お前が柄が悪いから、みんな柄悪く見えるわけ。美しい社会でもそう。ありがとう。お前、頭が立てるだけだもんね。違う。病院は基本的に日曜日とか祝日は休み。自分ほとんども行ってないんですよ。ただの本当に理事で名前があるだけなんで。へえ。でも僕本業はあれですよ。カーレー屋ですよ。あの多分カーレーが多分日本で多分一番大きなカーレー屋じゃないかなって思ってます。カーレー屋さん。カーレー屋さん。へえ。ということで岩本さんでした。じゃあありがとうございます。名前なんだっけ？リックン。リックン。いいですね。あ、かわいい。ということで皆さんよろしくお願いします。はい。ということで、新しいお仲間さん。